同友会らしさというのをです、ね、ぜひ出しながら実行していく組織としてですに、ねえー、近づけていけたらなというふうに思っています経済同友会の次の代表幹事に就くことが決まった桜田氏は現在副代表幹事を務めていて雇用や働き方などの議論をリードしてきました経済同友会の代表幹事はこれまで製造業出身者が多く 保険業界からは初めてとなります桜田氏は来年4月の総会を経て正式に就任する予定です